するしない？それでは今回の匠ご覧ください。第4曲オーラス5本場開始です。皆さん手配を開けてください。ドラは吐く。続きましたオーラス。そうだね、はい、今回ドラが吐く1枚ありますね。いや本当状況悪くなって手配も悪くなってかなり最悪ですけど、唯一の救いがねペイ役配統一。いやペイ茶ですね、はい、やっぱりトップが本当に偉いので、はい、これはもう自分で上がりに行かないと、いよいよ900点差ですか、はい、何上がられてもまくられるし、脳天、親脳天、自分脳天で、なんちゃ天敗でもね、終わるんで、結構上がられる、あ、まくられる可能性上がりました。なので、これは、はい、ペイを泣いて、上がりに向かいます。はい。そう。そう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 。いつ頃まで、お持ちになられる、はい、この手は、まだあんまりやる人いないんですけど、吐くね、今切って OK です。実は。実は、はい、この手ってこの曲って自分の脳天も結構許されてないんですよ。そうですね、はい、まくられます。脳天でもまくられる可能性がある以上、吐く持ってて重ならずに降りるっていうことによくなるんで、うんうんうん、オーラストップ名第一打薬杯ドラディリは結構ありなんですよ。キムさんもそれ今、はい、しようかなと思ってますか、はい、うん、ただ喜んで切りたいわけじゃないんで悩みますが、いやでも切ります。これは脳天許されない以上は、で泣かれたらもうちょっとどうするか考えます、うん、はい、結局今泣かれるとしたらいつ切っても泣かれる範囲なんで、確かにそうですね、はい、まずね状況が分かりやすくなるってメリットもあり、うんうんうん、でまあやっぱり残ってても結局脳天でまくられる未来も結構あるんで、はい、切っちゃいましょう。全局のような状況の点差だったらこの白からは打ってない。あ、そう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 、全局は脳天許されるんで切らないですね、こんだけ悪いと。このね点差と状況の差でガラッと第一だから変わるわけですよね、うん、はい、はい、そうですね。いやー勇気いりますけどね、ポンされたらどうしようっていうね、うん、さあペイが出た、ポン、ペイをポン仕掛けていきます。これで、はい、あとは役ができたんでもう形ができればいいだけなんですけど、はい、これ以上は僕ねもうチーもポンもしないんですよ。え、しないんですか？実は、はい、っていうのも放銃した場合何着まで落ちるかもう果たしてラスまであるんで、親に打ったり、まあ、こっちに打ったらまあ3着です、こっちに打ったらもう1着続くとはいえラスもあります。なので守備力は落としたくないのギリギリのライン、薬杯だけは1個ないとこはギリギリのラインなんですよ。そうだったんですね、はい、もうこれ以上泣かない、守備も大事ってなるので結構ね初と難はね残したいってなると、けどけど、けど、それがまず初難を残す理由としてはあります。ただ麻雀って本当いろんな要素を総合して判断しないといけない。これ、はい、問い面の上がりも阻止したいんですよ。いろいろ大変だ。先にね、切っときたいっていうのもあるんですよね。初難僕が安全度高いからって残してて。問い面が初難重ねるも結構嫌なんで、ね、それが上がりに結びつくのもね、まあちょっとそうですね、うん、急走とか切って小さな裏目も痛いんで、はい、ここはもう問い面に泣かれてもしょうがないで難を選びました、はい、切ります。こっからはね本当にね泣かないとおっしゃってましたね、リャンワンだったりスーワンが出ても泣かないです、仕掛けないと、はい、唯一泣くとしたら次はチーテン、ポンテンチーテンだけの泣きはあるかもしれない。それがギリギリあるかないかぐらいです、はい、これはめちゃくちゃ嬉しい泣きだ。まあ切るのは数層なんですけど、さっきまでねあまりにも泣かないで来てました。ちゃんと数層切って泣くかをね
ちゃんと答え出してから切った方がいいですね。うん、泣く率はどこまで上がりましたか。ゼロだったのが 100% 中 10% ぐらいになりましたね。低っそんなに上がらなかったんですね。発想、まあ、発想の方は 40% ぐらい泣くかな。で、ね、でも発が本当ゼロすぎて守備力が本当にないんで、パッソポンで発がジャントで残ると、はい、守備力もねそこそこキープできるんですけど、やはりこう上がらなきゃいけないテンパイしなきゃいけないという局面でも、うん、放銃した時の着落ちが悪すぎて、うん、そう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 ということがあっての間なんですね。そうそうそう、トップ陥落は40ポイント、はい、4万点失う、3まで落ちると6万点、4まで落ちると8万点、80失うっていうのが、あとに8なら泣くかも。パッソなら、でもまだ多分泣かないです。僕は泣かない、はい、ペンチーソー、ペンチーソーとしても使えるんで、まあ、泣かないです。パッソー泣かないということは目の前でチーソーが出ても泣かないということですね、はい、まだなんとかなるっていう判断です。そうなんですね、がむしゃらにポンチー作戦にはならないんですね、はい、今この瞬間はだけなんですよ。パスが出たけどこれはスルーです、はい、ただその今泣かないと思ってるのは本当にね一巡ごとにね変わりますよ、うんうん、はい、もう安定感ありますね。こうなるとリャンカンカンちゃん部分だけは注意しましょう、はい、安牌の2枚もあるし、ロッキーは泣かないですか。ロッキーは泣かない。取っていいね、取っていいね、この順目だったら超高速ならカンちゃん天牌取ってもいいか、いいですね、はい、さあこれでまた変わりました、うん、次は泣きます。初以外泣きます。まあ、この初もうなんと初の2分1の選択がたまたまあっただけなんですけど、ね、本当に最高の幸運になりましたね、はい、安全度高い牌が残るという Q1 が出た。チ仕掛けます、はい、どっちに取るんですか。もうもちろん出やすさ打たれやすさで関連マンですね、はい、はい、ちゃっかりジャンタもつきました。ちゃっかりついたね本当だ。あとはこれをどこまで行くのかという、うん、シャンポンの変化って取ります。今だと取らないかな。取らない、このまま。はい、枚数が多い、2がそこそこ悪くない、悪くない、打たれづらい牌ではないので、うん、枚数多い方で、まあ、特に E 万引きなんかはね枚数が心もとなさすぎますよね。そうですね、はい、初 E 万残り1枚ずつ、はい、あでこういうのは一応自分の町がウーマンのそば店になってるので、はい、あの少しでもそれ関連マン注目させないように急走、これ急走ソーズも持ってるなと、うんうん、ちょっとでもソーズに意識が寄ってくれたら嬉しいかなと。どう見えるかですね。パーソー先に打ってますからね、うん、まああんまりね関連マン本線なのは間違いないけどね。いやでも前に進むまなきゃいけない局面な方多いんですからね。そうだね、うん、E1 がこれだけ見えてるとさすがにリャン1絶対これだけ止めなきゃって思うのかどうなのか。そうね、普通にだって今スーワン通ったんでね、スッツリワンが、はい、通ったことは情報としてありますけれども、うん、E スーワンとですね、うんうーん、あでもサブローはあるのか候補として、ね、あ全然ありますね。とにかくウーマンのそばは僕に578で ね、うん、でね5が残ってるってありえないので、ウーマン周りはねケアされてるでしょうけど、なかなかでもキムさんがこの仕掛けでねいいシャンテンなことはあまりなさそうなのは確かですよねそうだね、そうなので簡単に打たれる牌じゃないのでリャンマンは、でも山にも残っていそうです。そうね、はい、あとはね他の親はきっとこうリーチっていう選択増えると思うんですけれども、そうだ、ね、他がどうか全然ダマ点あると思いますよ、はい、トイメンがもうローワンスーピンと脂っこいとこに連打なんで、ただ今ピンフテンパイとか今タンヤオテンパイがあっても全然おかしくないですよね、はい、でももうそれが入ってたらしょうがないですね。そうですね、はい、これが上がりきれるかどうか。親が来ました。来ちゃったね。いやどうするか、これは押せない、押せないです。ですよね、はい、
一個も押さない。一個も押さないです。筋は筋さえもいかない。まず現物、現物が大事、はい、現物のウースをつもぎりでした。トイメン、いや先に決めたい局面でこの親のリーチ、いやーやらねー、よかった。この G1 すらねそうですね、今行きましたね。打ちたくなかったけど、かノーチャンスか分かりませんけれども、まああの上茶のシャーチャの G1 はそこまで強いとは思わないですよね。ローワンも早めだし、ローワン3枚見えてるし、まあ比較的切りやすい牌ではある、はい、さあ来ましたこの3ピンガロン。リーチピンフドライチ1805本馬7300の出上がり、はい、という結果になりました。オーラス、うん、なんと続行です。本当だね、はい、でもこの泣きの思考は面白い、はい、手は仕掛けるがその後の地位だったりは、はい、そうだね、基本はもう泣かないですね。皆さんの手も見ていきましょう。うん、このような結果、リャンワンギターあと1枚いましたね。あ、2枚か、2枚いた、2枚いました。いやでも親が本当にね、いい手かもしれない。イーソトイゾ落とし弱くない、イーソトイゾ落としなんでね、両面率ちょっとかか高かったんで、うん、危なかったですよね。高めローピンですもんね。ローピンつも6000オール危ない、本当に恐ろしい、うん、はい、もう最後どうなるかといったところ、まだギリギリトップ目続いております。続いてますね、はい、はい、さあというわけでオーラスがさらに続行になりました。キムさんは果たして何着で終えるんでしょうか、はい、次回もお楽しみに。